It is time to take action. So it becomes the last time that we see a child deprived of education. 今のはマララさんですね。パキスタンのマララさんと、それからインドのサトヤルティさん。しかし、インド、パキスタン、両首相は欠席をしたということで、まあ、この辺にですね、何やらこう微妙なものをね、感じざるを得ないんですね。今朝のコメンテーターは佐藤勝さんです。佐藤さん、はい、おはようございます。ズバリ聞きたいんですけども、この、いわゆる、まあ、宗教でですね、このマララさん、銃撃されたわけですよね。はい。はい、すると、これから先ね、彼女はいろいろと自分のふるさとに、その賞金で学校を建てたいとか、それからあとずっとその叫び続ける、言い続けるというようなことを言ってますけども、常に身の危険を感じなければいけない。感じるでしょうね。それですから、今もこの英語、ものすごく綺麗な、イギリスなまりの英語ですよね。ですから、イギリスに拠点を置いて活動せざるを得ないでしょうね。イギリスですと、それこそイギリス機密諜報部の防衛対象になってますから、はいはい、だからそれイギリスは万全を彼女に対しては期してますからね、そういうところだなんて危ないですよ、うん、オスローにも厳重な警戒態勢敷いてね、はい、ノーベル平和賞を授与したわけですけど、それで伺いたいのはいわゆるそのイスラム教っていうとね、僕なんか一番最初びっくりしたのはですね、その、死んだら天国へ行けるとか、はい。それで要するにガキの頃からそういうようなね、宗教教育しかずっとしていかないんだとか、それから、そうなんです。それ確かにそういう人たちもいるんですけどね、ごく一部なんですよ。あ、そうですか。もうこれ、目の子にしていたらもう 1% もいない。1% もいない。はい。ところが、過激なことや異常なことをするから目立っちゃうんですね。だからイスラム教の大体っていうのは普通なんです。キリスト教の大体だって普通でしょ。ところがキリスト教でも、例えば山の奥にこもって、それ世間との関係を一切切って女性には教育を受けさせないなんていうアメリカのキリスト教のグループありますからね。で極端の極端みたいな同じようなことだった。必ず宗教ってのは極端な人いるんです。だって極端なこと言うと仏教だって仏教の中から派生して極端なので、サリンでテロを行うようなところが出てきちゃうとあるわけでしょ。それからあと、スリランカであるとか、タイで、武装ゲリラをやっている、武装抗争をやっているのも仏教徒でもいますから。そうか。ですから、どの宗教が過激で、どの宗教が穏健ということは言えないんですね。なるほど。すべての宗教の中に過激な人と穏健な人がいるってことだと思うんです。最初、タリバンっていうのを聞いたときに、いろんな怖いこと聞いて、それからあと遺跡なんかも破壊したでしょ。はい。とにかく、全然わけのわかんないことをやるんでね。非常に怖い。そして今、ほら、イスラム国なんていうのも、その、まあ、宗教っていうのはバックボーンにあるわけですよね。そうです。で、その極端な方ばっかりが、じゃあ、世界のニュースになるから、その宗教全体がちょっと色眼鏡で見られるような風になってるんだと。そうなりますね。ただその極端な人の、極端さっていうのが、他の宗教と比べると、社会的な広がりを非常に持つっていうのにイスラムの特徴あるのは確かですね。それからね、虹のスペクトルみたいなんですよ、どこで色が変わるかっていうのはすごい難しいです。どこで色が変わるか、だから極端な人は増えちゃうことあるんですよ、時に、すぐに、キリスト教とか仏教だと極端な人ってそんな増えないんですよね、なぜでしょう、それは。それはね、イスラム教には、スンニ派っていう政党派の中に、ハナフィ、シャフィ、マリキ、ハンバリーと法学科があるんですがね、みんな同じとこで勉強してるんですよ。それ、ハンバリーっていうのは一番過激になるんだけども、一緒に勉強してるから、あ、こっちの方が良さそうだなって言ったら、そっちにガッと流れていっちゃうんですね。ハンバリーへ。これがそのサウジアラビアの国境でもあって、だからサウジアラビアっていうのは基本的に原理主義国家で、穏健原理主義国家なんだけども、原理主義っていうところからすると時に過激になっちゃうことなんです。で、わかんないのはね、パキスタン国内にも反感がという、つまり、僕ら、日本なんかに住んでてマララさんというと、まあ、まともなこと言うし、すごい賢い17歳だと思い、また勇気ある少女だと思いますよね。ところが、いわゆる、国内にも、なんでマララに平和賞だみたいなね、あんな野郎がという。それは一つはイスラムの激しい考えを持ってる人の偏見、反発があるんですけど、もう一つはですね、今マララさんがイギリスにいるでしょ。はい。
もともとパキスタンはイギリスの植民地ですからね。なるほど。そうすると、旧宗主国、植民地を持ってた国に守られてるっていうことに対する反発もあるわけです。そうすると、なんだあれ、イギリスの手先じゃないかと。なるほどね。イギリス人が俺たち何したんだと。こういう思いがあるんですよね。しかし、17歳の演説に、本当立派ですね。立派です。